デビッド・ボーマン・シュネーダーは、アメリカ合衆国出身の宣教師で、合衆国、ドイツ改革派協会から派遣され、日本で活躍した。東北学院参考祖の一人。D.B. シュネーダー1857年、ペンシルベニア州に生まれる。1882年に、フランクリンマーシャル大学を卒業し、1879年に、ランカスター神学校を卒業。 その後、アメリカ国内で4年間牧師を務めた。1887年、ドイツ改革派協会より、日本の宮城県仙台区に派遣される。1886年に、仙台区に開校された仙台神学校に赴任し、押川正義と WE 法医に協力して、仙台神学校の経営を行う。この3名が、東北学院の重鎮になる。 1887年に山形県南村山郡山形に開校された山形英学校の英語教師も JP ムーアと共に兼任する。1889年宮城県宮城郡七ヶ浜村に会、W ハーレルラと別荘地を開く。1901年に押川の後を継いで東北学院第二代目委員長に就任する。在位35年間に 中学部、高等部、神学部を整備し、私塾的な学校を総合的なキリスト教主義教育機関に育て上げた。1919年には、旧中学校舎を建設。1923年には新校舎。1926年に専門部校舎、礼拝堂を建設する。また、伝道者としても仙台教会を設立する。 これらの活動が評価され、フランクリンマーシャル大学より、名誉進学博士号を授与され、アーサイナス大学より名誉法学博士号を授与された。1936年には、東北学院の院長を辞任し、名誉院長に就任する。一時期米の後1938年6月、再び仙台に戻り、翌月4日に、 対日50年の思い出と題する講演を行った。同年10月に、強心症で死去。仙台市内のキリスト教墓地に埋葬された。東北学院を象徴する、サンディットル精神、ライフライトラブ東北学院の見学の精神や、教育方針を最も的確に表したものが、旧東北学院中学部校舎の正面入り口に、掲げられていた、ライフライトラブの標語である。 私たちの命は神から授かった大切な生命であります。この命の限り、私たちは神から愛されているものとして、すでに主イエス・キリストに習う、この世の暗闇を照らす光なのであります。世の光として、主イエスがなさったように、この世で出会った人々を、その希望の光で照らし、主イエスが我が身を投げ打って示した、献身犠牲の愛、無償の愛で、 寄り添い支え、共に生きることができるのであります。今、すでに、主にあって、私たちは、地のを世の光なのであります。シュネーダーは、押川と兵庫の二人が去った後に、幾多の試練を克服し、東北学院の発展に尽力した。その中でも、最大の試練は、信仰者や寄宿舎が完成した後に、1919年に起きた仙台大化であった。 仙台は空前の大火に襲われ、東北学院の諸施設も消失し、すべての努力が消え去るほどの悲嘆の中に置かれたが、シュネーダー委員長は、自ら先頭に立って再建に奔走した。その結果、学内外の広い募金活動を得て、3年後の1922年には、新校舎が完成した。正面には、ライフ・ライト・ラブのサンゴが刻まれ、 これはサンリットル精神と呼ばれ、その後の学院の見学の精神として親しまれることになった。1919年3月の仙台大火により、中東部校舎、寄宿舎が消失し、その再建と巨額の専門部校舎建設資金問題により、専門部校舎の建設は1926年まで伸びる。シュネーダーは大正9年春に渡米し、 5ヶ月にわたって中学部校者再建のための募金活動を行い再建を成し遂げたがさらに大正12年5月にもほぼ1年半にわたってアメリカに滞在し募金活動に専念し12万ドルの建設資金を得る専門部校者建設に7万5千ドル礼拝堂建設に2万ドル寄宿舎建築に2万5000ドルの支出が予定され専門部校者には 総額で23万円余りの拒否が投入された。さらに、シュネーダーは70歳を優に超えていたが、1929年4月からほぼ1年間にわたって希望し、今度は東北学院礼拝堂建設資金の募集を始める。1929年の世界大教皇の中での募金活動であり、また、ドイツ改革派外国連動局の財政も逼迫し、 援助を期待できない中での礼拝堂建設であったが、礼拝堂は昭和7年に完成し3月には剣道式も行われる。この総工費は114,300円であったが、シュネーダーの呼びかけに応じて、一人で10万円を寄付した未婚の老城にちなんで、ラーハウザ記念東北学院礼拝堂と名付けられることになった。シュネーダー夫妻を囲んで、リズヤールプルボージョー エンマ海、プルボー城、D.B. シュネーダー氏と妻、W.E. 法医師と妻、J.P. モール氏と妻、キティプルボー城、1888年1918年3月1日、仙台市の中心部を焼きことごとくた大火によって、かけがえのない中学部の建物が完全に灰となった。中学部が燃え落ちる絶望の中で、シュネーダーは緊張と焦水とで崩れ落ちる。 中学部はシュネーダーにとって働き盛りのロークに満ちた長い年月の成果のすべてであった。生徒たちはシュネーダーを連れ戻した。シュネーダーは祈る。神が将来への望みと勇気をお与えくださるようにと。最も尊かったのはウィリアム・ホーイ博士からの寄付であった。この東北学院の創設者の一人は次のような言葉を添えて100ドルの献金を送ってきた。 東北学院設立の第一年目に、誰の助けも借りないでその元を携えたロークは、何人にも従前には知り得ないところでありましょう。東北学院が今回の大化のごとき災難に見舞ったとき、この献金を捧げますのは、かの設立の精神を込めてでありますと、1927年包囲が船の上で死去したとの、秘宝が届いたとき、ビーシュネーダーは、 かつての道路者方位を、キリスト教の歴史上、最も偉大な宣教師の一人と呼んだ。日本での教育と伝道活動に従事する傍ら、日米間を往復して、アメリカの日系移民排斥問題の解決に取り組み、1916年8月末に、押川正義と共に、時の内閣総理大臣、大隈重信と面談した。シュネーダーによれば、押川と信仰のあった。 大熊重信部総理は若い頃、明治初年の宣教師、古べき博士の生徒の一人として、そのもとで聖書を学んだ。博は、自分の本当の目的が、英語の学習にあったことは認めていたが、夫人は、キリスト教信者で、博自身は洗礼を受けるところまではいかなかったが、個人的な道徳、精神の生活において、またその生きがいや願望において、キリスト教信者であったと実感している。 シュネーダーはアメリカの情勢を説明し、アメリカが必ずやキリスト教に基づく民主的な方法で困難を解決するであろうと大熊に向かって保証し、大熊は日本の協調的態度を保証し、日本からの移民を制限すると約束した。1924年3月12日、シュネーダーは米連邦議会上院の移民特別委員会に参考人として招致され、日本に対する 差別的処遇は日本人の誇りと自負心を著しく傷つけることになると訴えた。しかし、1924年移民法案は5月15日議会を通過同月26日に大統領署名7月1日発行となった。シュネーダーの失望は大きかった。アメリカの日経移民排斥問題はカリフォルニアあたりから 日本人移民だけを排斥するという運動が起きたのが発端であった。日本人移民は皆真面目に働いて、そのお金をコツコツため、それで土地を買っていき、その結果、当時のカリフォルニアの農業生産の1割ぐらいを日系人が占めるほどになっていた。日本人は勤勉で、真面目に働き、お金を稼いで、それで土地を買って広げていくと見られていた。 アメリカの白人の農家からすると日本人が大変な脅威に移った。このままではカリフォルニアは彼らに乗っ取られてしまう。そういう話が広まるようになった。排外主義は悪質な反日プロパガンダを広め、日本人だけがターゲットにされて、結果日本人移民だけを排斥するという法律が通ってしまう。1924年4月に排日移民法が 米国上下両院で法案として可決された。これが日米関係が悪くなっていくきっかけになる。特にアジア出身者については全面的に移民を禁止する条項が設けられ、当時アジアからの移民の大半を占めていた日本人が排除されることになり、アメリカ政府に対し日系移民への排斥を行わないよう求めていた日本政府に衝撃を与えた。 やがて15年戦争が勃発し、日本がアジア各地に帝国主義的拡張策を展開するにつれて、シュネーダーの個人的苦悩も深まっていった。シュネーダーが委員長を辞任する直前、ドイツ改革派協会の外国伝道局幹事は指針を送り、シュネーダーが日本国内で享受している深い尊敬と強い影響力を行使して、 日本のアジア侵略政策に歯止めをかけるように迫った時、シュネーダーは以下のような種類の返章を送った。何をしたら良いかは容易には知りがたいものです。何もしないで平然としていることはおそらく正しくないでしょうが何かをすることがかえって迷惑を引き起こすこともあるのです。D.B. シュネーダーデビッド・ボーマン・シュンダーザ・セカンド・プレジデント シュネーダーの信用は宣教師の同僚たちには揺るぎないものであった。年に2、3回開催された宣教師会議でシュネーダーが口を開くとき、その言葉に含まれる懸命さを周りの誰もが承認し、彼が二言、見言口にすると他の人々の同意を獲得するのが常であった。しかし、それ以上に日本人同僚者はシュネーダーを信頼し、その敬愛の念には、 再現のないほどであった。シュネーダーの人柄を言い表すために最も用いられた言葉は、真面目という言葉だった。英訳しがたいが、辞書によれば、シリアスアーネストとある。日本人からこのように評価された、米国人シュネーダーは、最も高貴な人格者であった。シュネーダーの精神的大差についてのエピソードは、多いが性公開のピンステッド主教は次のように、 伝えている。この老仙教師が部屋に入ってくると、まるで神様ご自身が彼と共に入ってこられたような気持ちになったのは私だけではなかった。彼は万事を祈りによって解決している。正しく論理的でキリスト教にふさわしいと考えたことについては、一歩も妥協しない意思を待ち合わせていた。日本人を愛し尊重する態度は、シュネーダーに初対面の日本人をして、 この方は本当に外国から来られたのかと言わしめるほどであった。1936年2月26日、シュネーダーが東京に滞在中かの2.26事件が起こる。進歩的な政治家を暗殺し、軍による政府の支配へと一歩押し進めた事件であった。暗殺の犠牲者の中には、数密院古門官、斉藤主尺や大倉大臣、 高橋レキオのようなシュネーダーの個人的友人も含まれていた。シュネーダーは私はこの週末東京に滞在中そこで起こったことを見分しました。秩序はよく保たれていますが高橋や斎藤のような人々が殺害されるとはなんと恐ろしいことでありましょう。彼らは最も優れた有能な人々でしたし長年の間 祖国と人類に仕えてきたのですしばし、シュネーダーは日本人から意見を求められることが多かったが、彼は決して日本の方向付けに関わることは口にしなかった。日本を尊重するその心は、シュネーダーの最後の一年間は日米海戦を回避するため、できる限りの努力を払うことに向けられたのであった。同志社総長の住谷栄辻は、自分が旧姓二高の若き日に教えられた。 ザ・ショーテスト、スピーチ s p e e ス h is t という訓ことを、シュネーダー博士の教訓として、いつも心に繰り返している。と回想している。1938年10月10日葬儀は、西王式で執り行われた。葬儀屋は、東京から来占、筆儀も東京から取り寄せられた。政府高官、教育者、市の名士、教職員、学生、大工。 ブリキや、庭師、家事手伝い、さらには、かつての時代の年老いた人力者不当を、多くの人々が潮位を表すため、遠くから近くから軍をなして来訪した。天皇は、花輪と銀杯を賜った。花輪には、この絵首相や暗殺された、斎藤死爵の夫人からのものも含まれていた。学生の代表たちが棺を担ぎ、市民で埋まった狭い街路を抜けて、 2キロほど離れた東北学院専門部の礼拝堂へ向かった。棺の後には日本人と宣教師からなる栄誉感遺体、ついで後期、好位の軍人の捧げる天皇朝拝が続いた。博士の受けた全ての勲章をそれぞれの政府の高官がこれを捧げ持った。その後にシュネーダー家の人々と親しい人々、最後に学生たちと数千人の市民が続いた。 シュネーダー自身は1938年10月、夫人は開戦の半年前の1941年6月、彼らが二つの祖国とまで呼んだ日米両国の間の戦果を見ることなしによう去ったことは周囲の自由たちにはこの上ない行行と受け止められた。くし神の説理によってシュネーダー博士夫妻は共に二人で愛し抜き、50年以上も 防止した二つの国の間の戦争という苦悩を味わわないで済んだのであった。ありがとうございます。